今日は早めにね進行していきたいと思います。さあということでこの番組ではデケバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしています。宛先はリクエストアットマークサン FM.co.jp、 サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またツイッターではハッシュタグテゲバをつけてぜひつぶやいてください。今日もねこのすごくにぎわっているスタジオ観覧の様子がすでにたくさんハッシュタグの方でつぶやいていただいているので、まあ、今日あの観覧来れなかったよという方はぜひこのハッシュタグでね現場の雰囲気を感じていただけたらと思います。そしてツイッター限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想へ参加の方は番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいてください。こちらは番組開始までの参加となりますのでご了承ください。さあということで本日の1曲目まで間もなくです。今日も60分よろしくお願いいたします。テゲバジャーの宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。この番組はテゲバジャーの宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社宮工シティ有限会社コギトの提供でお送りします。全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。さあということでまず1曲目だけ先にやっちゃいますね。今日は1曲目予想ジョン・レノンのイマジンでございました。理由といたしましてはジョン・レノンの命日ということで、まあ、ジョン・レノンのね名曲を今日はかけたんですけど割と簡単だったんじゃないかなと思うんですが、いないっぽいですね。逆に、うん、ジョン・レノンはいるんですけど裏の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 裏ぐらい書いてますからね。生まれた日だよ。ん？俺生まれた日だよ。生まれた日はジョン・レノンの命日らしいです。ちょっとまだ喋らないでもらっていいですか。さあということで登場していただきましょう。喋りたくて仕方ないんですよもう、ね、ちょっとあのじらしてるんですけど、あと3時間52分だけなんで我慢してくださいみんな。さあということで本日のゲストプレイヤー登場していただきたいと思います。自己紹介お願いします。テゲバジャーロ宮崎ゴールキーパーの石井健太です。よろしくお願いします。なんであんなはしゃいでたのそこだけなんか待望の石井選手が来ました。来てくださっております。ちょとりあえずついに来ました。人が多いからすごいですね。ちょっとあの事前にね SNS の方でもかなり告知をしていただいてまして、いやもうすごかったもん。来て何人ぐらい今日いらっしゃるんでしょうか。ちょっとスタッフの村上さん野鳥の会で調べといて人数数えといて数えて報告を、うん。でもこれ1位は達成してるんじゃないですかね。してますよね。すごいなマジで。最多観客数を王子も目指そう。王子も多かったのにな。王子超えた。奥田選手も多かったですよね最近で言うと。奥田博樹選手の回も多かったですし。そうですね、すごいね。割とこの時間の都をしては少ないんですがここだけ異様な雰囲気に包まれております。石王子で狙っていく、はい、ということでまずは王子多くね、そう考えると。王子多いし。ハッシーもだって王子でしょ、プリンスだから。そうですね。じゃあ募集してます。あの来期のね、発表も本日ありましたけれども。あれはもう完全に候補の粋な計らいですからね。候補鈴木さんの粋な計らいで、今日。はい。来年度も石井選手戦ってくれるというお知らせありましたけれども。はい、ありがとうございます。本当に。嬉しいですね。来季もこのテゲバジャーの宮崎で戦えることを本当に嬉しく思ってます。棒読みじゃないなんか。いや本当に嬉しいです。ほらだってもうなんか今スイッチ入ったから。本当に。あんまり熱く語りすぎるともうみんなあのいつも分かってるから、まあ、また長く喋りがやすこいつ。あもうちょっと単感で止められてましたからね。ナナ ちゃんに。そう。だって長かったですもんね。そういうとこあるから。ボランティアさんちょっとこうやってほどほどにしときますやってたから、うん。ほどほどにしときます。ちょっと一貫のやりたいことがあって。ん？お誕生日おめでとうございます。石井選手に改めて、改めてね。はい、ということでたくさんねあのプレゼントもいただいてるんですけど、本当にすごい。実は番組からも石剣セット。
ットを用意いたしました。ちょっと見てください。石剣セット。石剣セットです。じじじあ読み方の問題ね。石剣セットです。石剣みたいな。はい。石剣セットね。いろんな石剣を本日ご用意しました。青箱から赤箱から。え、これ違うの？これ違いますよ。何が違うのこれ。ちょっと成分がね違うんじゃないかな。あとめちゃくちゃあるやん。ちょっと自然派の石鹸だったり。石鹸って頭洗いますもんね。石鹸って言っちゃいけないです。石鹸だったこれ。あと紙石鹸も揃ってます。紙石鹸。紙用石鹸なんてあんの。いや石鹸です。米ぬか。紙石鹸と、いやもう石鹸ってひらがなで書いてある。あとちょっとおしゃれなラッシュの石鹸もご用意してます。いい香りの石鹸。本物の石鹸はそんなあれですからね。ちょっと深いです。ちょっときついね。あまり見たくないんですけど。マスクしといた方がいいですね。いろんなね、あの石鹸ご用意したので、これでいろんな石鹸って面白い。体をきれいにしていただいて、いい一年にしてください。いい匂い。体をきれいにしていただいて、いつも臭いですみたいな。いやいやいや、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。せっかくなので抱負とか聞いときますか。35歳の抱負を。そうですね、35歳。まあもうチームでも最年長、まあ今年もそうだったんですけど、はい、まあ、もなんていうんですかね、よりこう自分のことだけじゃなくて、もっと周りを見て、あのやっていかなきゃいけないなっていうのを今年1年でやっぱ学びましたし、またどんどん新しい若い選手が入ってくるので、あのそういった選手が活躍しやすい雰囲気というか、環境作りみたいなのを、あのまあ来季はやっていきたいかなと思います。まあ、石井選手はテゲバの中でもまあ最古さんといいますか、長くねチームを見てると思うんですけれども、まあこれまでのテゲバだったり今年のテゲバ見ていかがですか。そうですね、毎年毎年やっぱりこう色が違うというか、あの本当にまあいい選手 その出入りもいろいろありますけど、本当にあの毎年毎年しっかり形になる、っていうのはすごく感じていて、あの、まあ、それもやっぱりこう全員がこう真摯にっていうところを一つ あのベースとして持ち合わせてるからこそだと思うので、まあ、来季もそこを 大切にしながら、まあ、ハートで戦っていけたらいいなと思ってます。心強いですね。でも来季も一緒に戦ってくれるということで、はい、なんかこのカラーがね、石井選手がいたら引き継がれていくような気もしますけれども、まあ、あの今シーズンちょっとあの嗅ぐのやめてもらっていいですか。ラジオじゃ伝わんないから、ね、ツッコみづらいし、いろいろと、あのめんどくさいみたいな言い方やめてください。MC が、はい、すいません。でもなんかあの石井選手めちゃめちゃこう番組来た感じするけど、実は初めてですよね、私が MC になってから。そうっす、初めまして、本当ですよ。ようやく呼ばれましたよ。え、鈴木さんあえて読んでなかった感じですか。いや別に特に意味は、多分活躍してなかったから。いや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 、もう活躍がちょっと薄すぎて。終盤大活躍でしたけれども難しいんですよ、あのチョイスも。そうですよね、アウェーの前とか絶対ベテラン入れないんで、負担になるから。移動のね、はい、ありますから。まあ、ようやく待望の石井選手今回出演という、まあ、ありがとうございます。その日のために取っといたって言った方が良くないですか。まあそうね。そうですね、呼ばないじゃなくて、そこまで考えてなかったと思うけど。でも考えてました、ちゃんと。だからこそこんなに今日たくさんね、観覧も来ていただいて幸せですよ、本当ありがとうございます。本当にかっこいい。ありす。マスクしまって。あ、すいません。なんかすごくあの目に入るものが今日はチカチカしていて、ね、チカチカっていうとあれですけどね、にぎやかな感じがしてますが、まあ、あのちょっとね今シーズンについても振り返りをさせていただきたいなということで、はい、まあ、石井選手下であのアポロの泉であった公開イベントの方にも来ていただいたので、ちょっとそちらではね、あのシーズン振り返りしてるんですけれども、はい、まあ、あの石井選手は特に終盤戦出番が多くて、たくさんねファインセーブなども見せてくれたと思うんですけれども、はい、このシーズンを振り返ってみていかがですか。そうですね、まあ、あの昨シーズンは3位っていう結果で、まあ、皆さんの期待も非常に大きい中、あの、まあ、監督が変わり、あの活躍した選手も抜けて、非常にあのまた1からのスタートっていう感じはあったと思うんですけど、まあ、あのシーズン当初は勝ち星があまり取れず、7連敗も経験し、
非常に、まあ、難しいシーズンにはまあなってしまったんですけど、まあ、夏頃からやっぱりみんなの意識が変わってトレーニングもちょっとトレーニング量も増やしたりなんかしながら、それが最後の、4連勝につながったと思いますし、まあ、来季に向けてサポーターの皆さんも期待してもらえる結果が出せて非常に良かったかなと思ってます。はい、ありがとうございます。鈴木さん、この1年の石井さんの活躍間近でご覧になられてどうですか？どうですかってもうずっと近くでね見られてると思いますけど。そうですね、やっぱ出れない時もひたむきに頑張ってたのが最後ああいう結果になったんですかね。ただキーパーってやっぱ一つのポジションは争うっていう非常にやっぱ難しいところだし、かといってやっぱそのチームメイトがミスしろとかそういう気持ちにはやっぱ多分なかなか慣れない複雑なやっぱポジションなので、まあいろんな巡り合わせで最後多分8試合出たと思いますけど、やっぱ前線とかだとやっぱ人変わりやすいですけど、やっぱキーパーってなかなか変えにくい部分とかもあるので、まあその辺はちょっと難しいポジションでありますけど、まあそうですね、さっきも言ってましたけどちょっと周り見れるようになったみたいに言ってて、良くも悪くも浮き沈みが激しい選手なので、はい、今年はそれがいい方にいたと思うので、もうね、35歳なんで、そうですね、全体を見れるようになったという大人になって、35歳になって大人になったっていう、そうだから来年期待して、私は若い頃を知らないのであれですけれども、でもこんなにたくさんのねサポーターさんがやっぱりこう応援しているというか、石井選手って言って泣きそうじゃん泣きそうっすよいる、なんかそんなお人柄の良さっていうのも私この1年見ててすごく感じたので、いや本当になんか来年もいてくれるっていうのめっちゃ嬉しいなっていうのを今日は1日思っているところなんですが、ちょっとねこの後ある企画の発表が本日はあるということで、一旦ここら辺で曲に行きたいなと思います。企画、すみませんね今日打ち合わせがねできてないので、あーすいません、では石井選手からのリクエスト曲ということで、はい、こちらを聴きください。平井大で栄光の扉。テゲバサポーター×テゲバレイディオコラボ企画、勝手にテゲバアワーズ2022さあということで今年もやってまいりました、司会の市谷でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年も最後の1秒まで諦めない戦いを見せてくれたテゲバジャーロ宮崎、本日は事前にサポーターの皆様からご協力いただいたアンケートをもとに勝手にテゲバーオーズ2022と題して番組で勝手に表彰していきたいと思います。よろしくお願いいたします。しちゃいましょう。3万票ぐらい集まってますからね。いやもうすごいですよ、そこからこれ選ばれたってことですよ、ね。はい、あそういうこと、あそうです、これ厳選されて1分ですから、あそういうことね。でも本当にたくさんの方に投票いただきまして、今からいろんな賞を発表していくんですけれども、賞の中にはですね、これから石井選手と鈴木さんとこう3人で話し合いながら決めるものも実は出てきます、あそうなんですね。なのでちょっとお二人真摯なジャッジをしていただけたらと、はい、OK思います。市場挟まずですか？そうです、フェアなね、フェアなやつで、ね、肩入れとかしないようにやっていただけたらと思います。さあ早速参りましょう。まずはテゲバジャーロ宮崎施設サポーター団体宮崎ブーゲンビリーバーのツイッターにて募集していました、新語流行語大賞でございます。イエイ。これがですね、まあ、何かというのを簡単に説明しますと、はい、今年クラブやサポーター内で生まれた言葉、流行ったと思う言葉を皆さんに挙げていただきまして、ツイッターの方でこれは募集をしていただいたということで、ブラボーでしょ、はい、ブラボー言いたいだけじゃないですか。ブラボーか1ミリじゃない、多分まあ今トレンドですけどね、私もブラボー言いたい。サッカーか、サッカーだよ。あ、テゲバのものでしょ。そうなんです、そうだよ、これはテゲバの中で流行したということで、 それ面白いな、何が流行ったのか、ノミネート言葉、ノミネート流行語っていうんですか、が全部で4つあるので、4つ？ちょっと、はい、選んでってことでしょ。これ投票の中で4つ上がっておりまして、一旦これ今日はご紹介しますね、まず1つ目、選手部門岡田王子、
あ、はい、これはまあよく聞きましたね。橋本王子はないですか？残念ながら岡田王子、あのでもノミネートなので上がってたかもしれないんですけれども、ちょっとこれは私は分かんないですが、票が少なかったと思います。続いて、ありがとう工藤ということで、これはでもあのね、あの服のとこにもね書いていただいて、なるほどね。続いてサポーター部門ということで、共に戦い共に笑おうという言葉が入ってるんですけれども、はいはいはい、これは弾幕のやつですね。そうですね、はい、手書きで書いてあって、ずっとね一緒に戦ってくれてたと思います、うん、そして次、丸々すぎちゃん、これちょっと私はでもなんかサポーターの皆さんあーって言ってるんですけど、うんうん、あのあれか、なんかよくツイッターで見るよね。ツイッターのスペースじゃないの？私でもこれ元ネタが何なのか何にも分かってないんですけど、まあ、あのそういう方もいるのか、流行ってるということで、はい、この4つが、ノミネートされております、はい、でですね、これの対象の決め方が、うん、今まさに、この宮崎ブーゲンビリーバーさんのツイッターの方で最終投票が行われているというふうに聞いてるんですが、行われてるのかな、うん、嬉しすぎちゃんとかそういうやつじゃないのかな。でこれ、今行われてるみたいなので、うん、ツイッターをされてる方はぜひ宮崎ブーゲンビリーバーの、アカウントから投票していただけたらなと思います。でこれは後から決まるってことですね。この賞に関しては、この投票で、対象を決めてツイッターで発表されるということです。そして次の賞いっちゃいますね。あ、今日決まるわけじゃないですね。え、今日決まるんでしょ。今日決まる。これどのぐらい投票期間があるんですかね。これあのさ、あ、もう40分まで、残り13分ですね。もうじゃあ今夜決まっちゃうということですので、やっちゃいましょう。皆さんぜひちょっとリツイートとかしてくれたら分かるんだけど、ハッシュタグテゲバで出てくるようになってるのかな。41票って書いてますね。お、すごい、めっちゃ入ってる。ぜひ皆様入れてみてください。そして、続きまして、こちら選手ちゃんと賞、こちらは、こちらもテゲバジャーロ宮崎の施設サポーター団体宮崎ブーゲンビリーバーさんのツイッターにて募集されておりました。そうですね、やっぱりちゃんとね、うん、今年はね声出し応援も途中から解禁になって、うんうんうん、本当たくさんのね、あのちゃんとちゃんとって、うん、発音どんなちゃんとすか、ちゃんとっていう人もいません？あ、ちゃんとでしょ。いや、ちゃんと私これで言ったん、スタジアム DJ の時にかなり練習したんですけど、うん、ちゃんとまっすぐですよね。ちゃんとちゃんとじゃないですか。ちゃんと多分だって、え、ちゃんとっていう人いません？いないですかこれ。え、ちゃんとちゃんとっていう人いません？ちゃんといない。しっかりはなんていうのじゃん。ちゃんとちゃんとしてよ。あれ、ちゃんと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 なんか正直私何がなまってるか分かってないんですよ。いや僕もなんかちゃんとだと思ってたんですけど、ちゃんとだね。ちゃんとでちゃんとでいいと思う。じゃあちゃんとを発表していきたいと思うんですけれども、うん、これあのディレクターが歌って発表しろって言ってるんですが、どうしますか。そうしましょう、お願いします。ちょっと待ってくださいね。歌います。いや、シンガーソングライターだから歌えるに決まってるじゃないですか。あのね、ちょっと喋っててもらっていいですか、うん、ちょっと歌い出しだけ思い出して。あ、 OKOKOK、やっぱね、初めて聞いた人もいるからね今年ちゃんと。確かに確かに、でしょ、そうだね、初めて歌ってもらった選手もいるから、やばい、そうだね、2年ぐらいはないからね、選手はすごい喜んでたっていう。歌い出しが全然思い出せない。なんで声はある、原曲が私は分からなくて、何でしたっけ。だから選びにくいよね多分。いやでも、あ、思い出した、オッケー、あ、はい、準備が整いましたので、はい、お願いします。え、一緒に歌ってくださいね。うん、じゃあ第3位発表します。はい、ドンドンドン。あ、おお、ちょっと待って、え、太鼓も声でやるんですか。太鼓も口なわけ。どうやって歌い出せばいいの、ちゃんとって。普通に歌えばいい、こうやって。おー、違います。誰ちょっと待って、私いっぱいです。あ、合ってますか。うん、え、聞いたことあるこれ。おー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 、違います。クマでしょこれ、クマじゃない、クマ、クマ。おー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 、あ、そうそうそう。クマケンタ、おー、足で決めろ、おー、クマ
手クマケッタデゲバジャロに勝利を、うん、イエーはい、第3位は大熊健太選手でした。選ばれるのかと思った。ちょっとね、これだけ私原曲が分からなくて。あ、そうなんだ。他いける。世代じゃないですもんね。うん、他いける。他はいけますよ。じゃあ次2位発表したいと思います。はい、じゃあ元気よく皆さんで歌いましょうね。はい、ちょっと待ってよ、私コールリーダー絶対なれないわ。絶対なれないね。もちろん美しい、うん、なんで緊張しちゃってんの。ちょっと待ってね、うん、手震えてるやばいわ、マジで思い出せない。誰すごい怒られそう。しかも誰これの最初を歌ってほしいです。これ誰あ、おめでとうございます。なんかうまく2位に入れてもらってありがとうございます。あ、でもこれ本当に2位ですもんね。本当に2位って何？いじったりはマジでしてないです。本当に純粋に集計させていただいてますからね。それはね、伏せあったら真摯じゃないですからね、うん、はい、これはね、ちょっとみんな覚えやすいよね、多分。じゃあ次1位いきます。あれ聞いてます。俺の振り、はい、方だからね。歌うの、そうそう、はい。必死、喋っててくださいね。いいよ。喋りたいことがあったら。第1位いきましょう。1位いきます。うん、第1位。勝利に導け、まさと、工藤まさと、あれまさと、俺たちと共に行こう。その頭とその足で、勝利に導け、まさと。こちらが堂々の1位でございました。なるほど。いやすごい汗かいた。そうだね、コールリーダーってすごいんですね、うん、私はなれないわ絶対に。おめでとうございます。こちらが、マイ FC 賞マイフェイバレットちゃんと賞ということで3位の発表でございました。これ3位までなんかあるの？何がですか？なんかもらえるの？これは勝手に私たちで勝手に表彰してるだけなんですけれども何でももらえると思ったら面白いですからいっぱい今日ももらってますから、ね、石井選手、はい、おめでとうございます。続きまして新人賞を発表していきたいと思います、はい、これはですね、今年テゲバに加入したルーキーに限るということで、まあ、ちょっとね難しかったんじゃないのかなと思うんですけれども、ニューカマー賞ね。そうなんです。意外とあの投票見ると来て1年目の選手をね選んでる方がいたりとか、まあ、シンボ選手とかも意外と上がってたんですけど、うん、まあ、ルーキーではないということで、プロ1年目ほぼ大卒。はい、なのでちょっと紹介しますね。高卒いないもんね。ノミネートというか、うん、これ当てはまるのが田中選手、JP ね、はい、高橋選手、元旦、はい、お正月になっちゃった元旦かね、うん、小川選手、小川、はいはい、江口選手、お清水選手、この5人が ね入ってたんですけれどもではこれはもう1位を発表しちゃっていいんですかね。それでは逆に難しいな、ね、発表していきたいと思います。あ、予想いきますか。いや、そうですね、俺は JP だね。お、なんで。いや、あの7連敗を断ち切ったあのゴール、あー、確かに初スタメン初出場で初得点であの 1-0 でしょ。いやもう、うん、ないそれしかないよね。素晴らしかったですね。結構印象に残ってる俺は。確かに、うん、大活躍でした。鈴木さんは。難しいな、難しいけど、えぐっちゃんかな。おお、その心は。りょうたね。まあ、あの左足でちょっとなんか違い見せる感じとか、うんうん、あと強心臓な感じとか、うんうん、そうですね。一番出てんのかな試合数が。いや、そうだね、和樹じゃない。あ、和樹か。出場数で言ったら、ね、時間は分かんないけど後半からとか出てることもね、うんうん、多かったですけど、私的にラジオで印象に残ってるのはそっち江口選手ですね。なんかあのすごく寡黙な感じで、寡黙なんか割とおとなしかったような印象があるんですけど、江口選手の回はキャラ作ってますわなんかそれ印象に残ってますね、ルーキー組だと。あ、さあということで、はい、これは皆さんの投票でもう1位が決まっておりますので発表したいと思います。発表しましょう。勝手にテゲバアウォーズ2022新人賞は
ドルル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 ルまあ、名前だけの投票ということなんですけれども名前がいいってこと顔名前がいいってことでもまああの語呂がいいってことですかどういうことシーズン前半とかはねあの結構活躍っすよねまああのいろんな観点で新人賞そうそういろんな観点がよく頑張りましたっていうのも含めて応援の意味もありますから、ねねうん、でも石井選手上田選手が例えば出れない時にやっぱ守ってくれたりっていうシーンもありましたしあと確かに、ね、松本山賀戦ねおっしゃってる通りあのイケメン枠といいますか、うん、あの山形屋のねスーツの確かに広告にもデデンと乗ったりタウン宮崎のハンバーグ特集にも選ばれてますからねそうですね甘いマスクでいやあの顔はずるいよまあそういう入り口から手毛羽を知るっていう方もねいると思いますし男は中身だ男は中身、うん、でもあの顔はずるいあれはかっこいいもんあれでシュート止められたらもう何も言えねえよだってこっちはいやでもねルーキー 1位は清水雷選手でしたなるほど素晴らしいおめでとうございます、まあ、石井選手でもゴールキーパーとして結構近くで接してたこともあると思うんですけど、うん 石井選手から見て清水選手の今年1年の感じはどうでしたかいやもう真面目すぎるからすんごくなるほど、うん、なるほどだけどシーズンにやっぱ 日を重ねていくごとにいい意味でちょっとずつ柔らかくなってきたかなって感じはあります少しずつ慣れてきてほぐれてきてっていう感じなんです、ね、それが出てきて最後のあのファン感あの助走素晴らしかったですね足綺麗だったね今のツイッターの方でもフラミンゴみたいなイケメンフラミンゴっていうねつぶやきもあります人間じゃなくなっちゃってる、はい、ありがとうございます、はい、皆さん投票ありがとうございました、はい、新人賞でございましたなるほど、ね、続きまして、はいお待ちかね、はい、お待ちかねベストゴール賞の発表いやー来たねこれは難しいねこれは難しいよ本当に今年もたくさんのね素晴らしいシュートゴール生まれたと思うんですけれども、はい、何得点入ったでしょうえ総得点わかるかなみんなわかるの3、2、1、32首45点ですえ47じゃないんだ47は失点ですねあ、失点か、はい、首えいいよ、チャンスあげる勉強しておきます、はい、ありがとうございました、僕今日で、はい、ごめん終わりです止めてすいません首いただいたんでいやでも私も首になったんで来週からどうします石井選手、うん、私が MC をやりますよめっちゃ嬉しそうなんですけど毎回プレゼントお願いしますでもこんな来てくれるの最高ですよねいいですか初めてもあすいません、はいはい、このベストゴール賞は賞が多かったものをですね、はい、最終ノミネートとしてご紹介します、うん、そして最終候補の中からちょっとここは私たちでね決めさせていただこうかなと思います、はい、まず最初のゴールは、うん第6節、うん、沼津戦ですねのたくまのあれかはい園田選手のコーナーキックのねゴールでございますアディショナルタイムのもうラストプレーだったと思うんですけれども、はいはいまあ、終了間際に押し込んで逆転ゴールということで、うん、確かにアディショナルタイム決勝ゴールフルス、うん、条件揃ってますね、はい、これはまあ、ね、ノミネートされてますねこれ第6節の、ホームでのシュートです続きまして第11節長野戦橋本圭吾のヘディングはい素晴らしい あれ、ね、完璧ですね6月5日そうですあれもこちらも、はい、後半のアディショナルタイムでの、雨の日、はい、雨の頭で合わせておたけびね1対0で勝利したということでこれかなりね票は入っておりましたシュタルフもおこだったもんねめちゃめちゃ放送席に聞こえてましたよねあのおたけびがシュタルフさんのすごかったんですよ。すごかったね。うん、気合がね。まあ平常運転ですね。続きまして、第25節愛媛 FC 戦、こちらは、うん、北村のゴール？そうです。右足で決めた地元宮崎移籍後初の今シーズンの初ゴールということで。なるほど。北村選手のあの得点知ってます？裏話は、はい、あいつ熊本で3年前に J リーグで得点取ってんですよ。うん、はい。その最後に取った点の日と一緒の日、うん、ちょうど3年後
宮崎であの日、3年越しのゴール、すごくないですか。俺それ聞いた時ちょっと鳥肌立って、3年越し。すごいね。いやでもホームでね見れたってちょっと今の軽くね、すごく冷たい。いやでも、ね、今何で受けたんだろうと思ったけど、あ、すごいね鈴木さんの対応がね、うん、そうそう、はい、ということで豆知識もね、なんで盛り上がったかな、わーってなった観覧の方もっとあれしよかった、すごいね、そっちの方が良かった、どっちかっていうと、ね、なんかこうあざといじゃないですか、うん、はい、いいですか、次行きまして、はい、次行ってください、あと2つノミネートされております、ベストすごいね、選ばれそうだったね今のすごいね、第31節いわき FC 戦の軽ゴールね、軽ゴールでございます、粘り粘っての軽ゴール、ね、これは首位のねいわき相手にの先制点ということで、難しいな、そう考えると、まあ、結構思い浮かぶ方多いと思うんですけど、長いボールを追いかけていってのシュートでした、みんなねすごいいいちゃんあーっていうのをこう投票してくれてばらけてるんですけれども、最後まだんだ、はい、こちらが最後のノミネートです、第33節松本山が FC 戦のホーム最終節の岡田勇樹か、はい、岡田選手のシュートです、2点目これ2点目ですね、ほら2点目なんだよ、1点目はあのちょっと押し込んだ感じのになるんですけど、1点目じゃあ1点目だ、あ、いよいよこの日の2点目になります、熱ゾーンから左から入れてる、ね、あ、そうですそうです、あ、だからあれ1点目だよ、これは熱ゾーンから入れたの1点目だよね、1点目でババーンってなったのが2点目だもんね、あ、逆か、で3点目があれかタクマで4点目がハッシーか、そうじゃあ1点目だね、1点目前半の、前半だもん、前半1-1になったんだよ、あ、そっか、前半のゴールですね、そうです、ん、え、ごめんなさい、ちょっと私あやふやだな、え、そうだよね、いや、いや大丈夫、2点目サイドから巻いたやつ、1点目だよね、1点目、1点目、そう、村上くんも言ってます、1点目、じゃ村上さんが言ってるなら大丈夫だ、どんだけ信用ないですか俺ら、なんで村上くんそんな信用あるんですか、逆にでもあの人別に試合見てないから入場口だからまあまあじゃない、まあまあ大丈夫かな、なんすか、ん、今観覧の方とガラス越し、そうね、勇気のゴールはねどれも良かったんだよね、そうなんです、うん、岡田選手はちょっと特徴としてたくさん票が入ってるんですけど、うん、分散したと、分散してまして、取りすぎて、このベストゴールにちょっとノミネートするのが意外とこう難しかったんですけれども、まあ、でもベストスコアラー賞はもう受賞してますからね、あの今回このベストゴールは5つノミネートということなんですが、はいはい、今回選ぶの、はい、え、ちなみにお二人の思うベストゴールってこの中に入ってました、いやー、俺はさっき言ったように、はい、順平、ああの田中選手の、うん、そうですね、流れも変えましたしね、うん、C っていうならもう一個言うなら、はい、あー、まあ分かんない、もう俺のただ本当に感情だけど岐阜戦の正人のゴール、あー、うん、その前に結構点取ってたんだけど、 その後ずっと取れなかったんですよ点が、で結構練習したんですよ、シュート練習頑張って、うーん、で自主トレとかも頑張ってやってて、そんな中で取った点があれで、でもなんかめちゃくちゃ喜んだりしてます、見てました、うわーっつっていや、あの気持ちはすごい分かった、あー、うん、そっか、そうだけど 俺は上から見てて喜びすぎだぞマサトとは思ってたけど、でもまあ裏側を知ってたからこ そ, そ, う そ, う そ, う、だからこそあの喜び方のちょっとこう意味合いが伝わってきたから、ああナイスとは思ったけどね、うん、工藤選手のゴールシーンを、ね、上げてる方もたくさん実はいらっしゃいました、そうそうそう、ね、鈴木さん思い浮かぶものありますか、いやそれでいくとやっぱその、あ、まあでもあれですね、僕は北九のマストのゴールですかね、はい、北九の、あ、北九州戦ホームの、ホームですね、あの吸い込まれたやつ、確かに、いやそれもなんか、あーはーはーはー、で裏抜けてったやつか、そうで100試合、あ、100じゃない250試合出場してインタビュー取った時に、やっぱあのゴール決めてやっとなんか宮崎の1位になれたみたいな話をしてて、あ、まあ、やっぱなんかストライカーなんだなっていうので、うん、まあ綺麗なゴールでしたからね、うん、そうです、綺麗だったね、抜け出しも綺麗だったしね、まあでも綺麗なゴールだけど、まあいろいろ考えるとちょっと難しいですね、これ選ぶの、これかなり難しいんですけれども、この、まあ、今回じゃあ上がってる5つの中からちょっと我々で決めたいんですけど、我々で決めていいのね、はい、どうしましょうかね、聞いててなんかビビッときたこれかなっていうのをちなみにあったりしますか、すでに難しいですね、難しいよね、なかなか難しいですけれども、難しいっすよね、
俺でもあれだな。どれ？タクマか。はい。ハッシーかな。いや俺もそうだね。あでもあれだ。橋本選手は長野の方ね。あ頭の。やっぱなんかアディショナルタイムに決めて、本当試合を決定づけるって、やっぱ持ってる人じゃないとできないし。って考えたら その2つかなと思ったけど、まあでもそれいろんな価値観あるからね。タクマのって初ゴールだっけ？違うよ、だってタクマ開幕戦で決めてるもん。テゲバ1号でしょ。あ、そっか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 。あのなんかチブがわちゃわちゃってなって、なぜかタクマが転がって、うん、ちょっと時間がね迫ってきてますので、うん、じゃあこれもう石井選手に決めてもらえますか？そうですね、オッケー。では振るので、はい、ダラララってなったらその後に発表してもらっていいですか？ Okay. さあということで、勝手にテゲバアウォーズベストゴール賞はこちらです。橋本圭吾。長野戦。長野戦。はい、あのアディショナルでね入れた、あれ印象に残ってる方もね多いんじゃないかなと思います、うん、かなり票もね上位でしたね。そうですね、はい、ベストゴール賞でございました。ありがとうございます、うん、続きまして、SOS 紳士オブ紳士賞を発表していきたいと思います。紳士オブ紳士賞、はい、これはテゲバに関わる全ての中の、中で紳士が似合う人に贈られますということで、早速第3位は、キャプテン大選手、おめでとうございます。続いて2位は雑誌紙やね、工藤選手です。おめでとうございます。そして栄えある第1位は石井健人選手です。おめでとうございます。さあ1位を取られた今のお気持ちいかがですか？これはもう1位でいいんですか？はい、1位です。投票数でしょ、だってこれもうこれは完全に投票で1位でございます。すごい。いやなんか僕としてはそんなになんかまだ全然紳士的には足りないと思ってるんで。本当ですか？うん、あのね、ホームゲームの言ってくれてるじゃないですか、紳士を体現するって、はい、いつも読み上げられてて、言わせていただいております。あの光栄ではあるんですけど、まあ、よりあの来季は紳士をこうもっと深めていきたいと思いますんで、うん、一緒にあのサポーターの皆さんもね、はい、あとは新加入してくる選手もたくさんいるんで、あの紳士を伝えていけたらいいかなと思いますね、はい、ありがとうございます。頑張ります。紳士を体現する男ですからね、はい、来年は紳士このあれタスキつけながらあの練習やりたいと思いますので大丈夫ですか、そんなこと言って、はい、本当に、はい、広報のじゃあ鈴木さん、それいつか写真に収めといてください。ということで、はい、いつかはいじゃない SOS 賞の発表でございました、うん、最後は MVP 賞の発表となりますが、はい、その前に今回はアンケートにご協力いただきましたサポーターの皆さんに勝手に賞を考えていただく項目もありまして、ね、ちょっとお二人も ねお手元に資料あると思うので、ありますね、まあ、もしよかったら気になるもの、こんな賞をこの人が取ってるっていうのをねどんどん言っていただけたらなと思うんですけど、なんかありますか？私的にはコーヒー好きすぎるでしょう、石井選手、園田選手が選ばれてますけれどもこれ私も思ってまして石剣コーヒー、コーヒー大好きなんでね、うん、はい、ありがとうございます。もそんなのもあったり、意外とイケルもコーヒー好きだからね、うん、あ、青山選手ですか、自分で入れるもんね、自分で入れるからね、うん、市谷奈々さんをサポートしたでしょう鈴木お世話になっております鈴木さんありがとうございます。これ別枠で特別賞もねあげてあげたいね。いや本当も鈴木さん、僕はもう全然それは大丈夫でしょうなんであと何が面白いかな、番組的にはやっぱりマスコット賞リトル鈴木というのはちょっと触れておきたいなとは思うんですけどでもあのこのマスコット賞別の人が実は選んでるのもありまして、そっちに入ってるの高橋選手なんですよね。高橋選手、高崎じゃなくて高橋選手がマスコット賞って入ってたり、監督マスコットっておかしいまあでもなんかちょっとマスコットっぽい気になった他に何か気になるのありますか？リトル鈴木は可愛い賞ももらえてるから
喜ぶな多分、うん、私リトル鈴木に負けたんじゃないこれ票数的に、うん、あと何があるかな、フォーエバー賞っていうのとあとありがとう賞っていうのがね、そうね、たくさんマサトね、うん、工藤選手に入ってましたね、髪長かったでしょチブ、ちょっと面白いですそれ見た目を言ってるだけやん、それそれは面白いな、でもうん、ベスト地元賞北村選手佐藤壮太のことどう思ってるんですかねめちゃめちゃ北村選手を ね、あとはどんぐり賞藤竹って書いてある岡田じゃないんだ、どんぐり賞岡田だと思ってたあんなにファン感で頑張ってましたけどやっぱりここは藤竹選手なんだなということだったり、これなんかイケメン賞石井ってなってるけどどういうことこれ、おら多分それ間違いですね、あ間違い、あそういうこといやいやこれちゃんとし本当か、面白いですね、大将二村さんが面白い、あれでしょ、あのあ原始人みたいな神武様の時からあこれで決まりです、見た人は見たと思う、多分これで決まりです、ツイッターの方にね、うん、これ決まりだねそれは面白いわ、仮想大将二村社長で、いや面白いですね、うん、そしてこの方多分それしか投票してないですね、うん他のベストゴールとか入れてない、セカンド MVP どう、え、どういうことですか、アシスト、あアシスト賞が、うん、ん書いてる方がいますか、セカンド MVP 徳永、あアシストってセカンド MVP っていうのって言わないけどね、あでもいい、まあでもセカンド MVP って書いてあるから、なるほど、ね、だからそういう意味だと思うけど、うん、あ本当ですね、そういう賞を作ってくださってる、でも J3 でナンバーワンだからね、これからね大活躍でしたね、 J3 でナンバーワンはすごいよね、確かに確かに、うん、そうです、すごいよ、うん、普通にしかも結構開いてたからね下と、うん、すんごい計算してたからねあいつは、ロッカールーム帰ったら他のやつこうやって見ながらいや俺まだ大丈夫こいつアシストしてないみたいな、実は裏までそんな感じなんですよ、アシストつくかつかないかってさ、あれどうやって決まる、2タッチ以上した終わりとかさ、うんうん、タッチ数があるから本当に難しい、だから3回4回5回触ってポーンって決められたら、ドリブル挟むとアシストになるつかないから、1回なんか2タッチぐらいしてアシストつかねえみたいに言ったらアシストついてて、うわ、ん、ついたみたいな、そうそうそう、めっちゃ嬉しそうやっぱりちょっと選手も裏側では気にしてるんですね、いだいぶ気にしてあいつは特に気にしました表ではね、うん、なんか分からないですけれども、でもシュート打てるとこさ結構パスしてたもんね、うん、してたでも、ね、数字がね周り見えてるってことだからあこれいいわ、はい、ファンきっと増えるでしょう、奥田雄大おお、そんいや、エマの売り上げが今一つ伸びなかったから次はきっとファン増えるでしょうっていうちょっと本人も気にしてらした感じがありましたけど、いや本当ね、たくさんのあの賞をね皆さん考えていただきました、そう、ね、本当に面白いです、面白い面白い、ありがとうございます、はい、さあということで、あちなみに流行語大賞が決まったという情報を今いただいたんですが、これどこで見れるのかしらね、宮崎ブーゲンビリーバーさんに行ったら見れるのかな、決まったんですか、どうやって見るのこれ、ちょっと誰かこれリツイートしてくれたら嬉しいんだが、ちょっとやばいパッて見つけれないな、皆さんでも投票してくれたんでしょうか、ちょっとでも紹介したいですね、ちょっと待ってね、宮崎ブーゲンこれで出てくるかしら、マルチでしょう、大熊面白い出てこないマルチでしょう、ちょっと宮崎ブーゲンビリーバーさんのアカウントがどこにあるっちゃろ、これハッシュタグすいませんね、なんかちょっと調べながらやるとすごく無言になってしまう、もう出てます、あ来ました、これかわ、じゃあ石井選手、あ、ありがとうございます、うん、わこれでもダントツですね、ダンのトツですね、はい、ありがとう工藤が1位でございます、ありがとうございます、いやそうだよ、そうですね、うん、でもこれは本当あんまりそれについては語りたくないっていうかね、そうです ね思いがね溢れてしまいますからね、うん、まあみんなやっぱそういう思いは、うん、あったんで、まあ、選手もサポーターも含めて、もうそれで、まあ、宮崎だけじゃなくてもう日本サッカー界を引っ張ってきた男だから、そうですね、うん、でもこういう言葉でこう工藤選手の功績だったりとか感謝みたいなのがこう分かるっていうのはすごく素敵だなっていうのはね、うん、私も思います、流行語大賞はありがとう工藤でございました、はい、ではですね、番組ももう間もなくということで最後の賞来ました、勝手にテゲバーオーズ
2022もあとこの賞を残すのみとなりました。発表しちゃっていいですかね。すごい石井選手が自分を指さしてますけれども、いいですか、発表します。それでは参りましょう。勝手にサポーターが選びました今年の MVP に輝いたのは、岡田勇気選手です。 おめでとうございます。さすがです。これはもう、それはもう満場一致じゃないでしょうか。ダントツでしたね、投票の方も。ダントツだったんですかやっぱ。はい、あのダントツ、ま、そうですね、ダントツでしたね。こちら集計結果私見てるんですけれども、うん、ダントツです。ちょっと、いやいや納得いってなさそうですけど鈴木さん。いや、僕もアシストしたし、うん、そうですね、台もよくまとめたしとか、まあでもやっぱ得点、チーム得点をってね、うん、やっぱそれはそうだね。しかも、うんうん、そうですね、復帰してすぐ決めたりとかね。そうね、みんなの期待にしっかり応えてくれるっていうのが、うん、多分サポーターの心を動かすと思うんだよ。岡田選手はここで決めてくれって時にしっかり決めてくれるのが、ね、やっぱりあのエースだと思う。心強かったですね。あの方本当鎖骨が、本当鎖骨してなかったらどうなってたんだろうね。そうだね、得点王もあったかもしれないよね。30点ぐらいいってたんじゃない本当に、まあ、1ヶ月かね、故障もありましたけれども。1ヶ月4試合ぐらい、もうちょいじゃない多分、うん、ちょっと長かったような気もしますが、いやもう来季はもうたくさん点取ってもらってね、本当にそうですね、うん、得点を目指してもらいたいですね。はい、ということで、まあ、これあの全て勝手にサポーターが決めてますので、そう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 、もちろんあの全ての選手が今年1年大変素晴らしい活躍してくれました。来シーズンもぜひみんなで応援してまいりたいと思います。いい、はい、さあということで最後に本日のバースデーボーイ、バースデーボーイゲストの石井選手にサポーターの皆さんに一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、本日はあの観覧に来ていただきありがとうございます。本当に多分今までで過去最大の、観覧者数本当ですよ、記録したと思いますんで、うん、あのここの集計結果はまたツイッターであの載せたいと思いますんで、あのみんなリツイートしてもらってお願いします。あの、まあ、今シーズン本当にあの2022シーズンも、まあ、昨年のような結果は出ませんでしたけど、今年は今年で本当に今年のチームの色っていうもので、サポーターの皆さんが本当に楽しんでもらったかなと思います。まあ、もっとね勝ちを届けれれば一番良かったんですけど、まあ、マサトのこともあったりいろいろ、ことがありましたけど、そんな中でみんなで前を向いて、最後まで試合を戦い切れたっていうのは本当にこのこから宮崎が大きくなるために非常に大切な部分でもあると思いますし、そこは良かったかなと思ってます。まあ、来季も、また新しい監督も決まりましたし、J2 昇格に向けて、頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、30秒、はい、はいはい、すいません、ありがとうございます。また長くなってしまいました。はい、すいません、またちょっと止めるところ、はい、すいません、危なかった、はいはいはい、ありがとうございます、はい、放送事故になるところでしたね。あとはツイッターで書きますんで、はい、はい、見てください。ということで、はい、本日も60分間みっちりお付き合いありがとうございました。最後テゲバイバイ一緒に言ってもらっていいですか。 OK、 ありがとうございます。テゲバジャイロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ、また来週です。せーの、テゲバイバーイ、ありがとうございました。おめでとう、本当にありがとう。